はい、どうも、とのまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちら自分の投稿したコースのコメ欄でございます。毎日動画見てます。ありがとうございます。自分のコースもやってください。M3N953。はい。これか M3N953。足場が一番上にキノコを取らないとゴールできないです。なんかこの人は面白そうな一発コースいっぱい作ってる人なんですね。まあ、他のコースも時間ある時にやってみたいと思います。というわけで、このコースやってまいりましょう。なんだろうね。青ドクロがいっぱいあるのは分かったけど、キノコを取らないとクリアできないみたいなこと書いてあったよね。はい、10秒。はい、はい。この音符の中に入ってる、なんか。ちょっと待って。ちょっと待った。全然思うように動かん。ん？出てきた？キノコか。はい。で、ゴールがこの下にあるから、キノコを取ってきてヒップドロップしないとってことか。だから、これを早く踏んで、下からじゃダメ。上からじゃダメなんだ。まあ、だからさっさと下からこいつを叩いて、はい。で、キノコを取りまして、で、下に降りよう、とりあえず。下に降りたい。で、下に降りてからどうするよ、でも。ヒップドロップせんといかんよな。あれ、違う？ここ隠しある？ちょっと待った。そのドア何？よく考えたら。よく考えたらそのドア何なんだ？早くこうやってキノコを取ることはできるんだよ。で、この辺の足場を開けといたらさ、ヒップドロップで、あ、惜しいんじゃない？ちょっとわかった。こっち行って、で、こっちに逃げるんだよ、右に。で、この辺のやつを減らして、よいしょ、オッケー！やったー！クリアできたー！あー、結構ギリギリだったね。そのドア何なんだろうってずっと気になってるけど、まあまあさすがに行けないようになってるんかな。いいね。というわけで、コースIDありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。50秒スピラン、クリア者が出てない。ちょっとやってみっか。134分の0。まあまあ、でも結構クリア者出てない方じゃないですかって思いますけども、クリア条件とかは特にない感じなんで、まあちょっとやってみましょうかという。やっぱこうクリア者出てないコースワクワクするよね。このベストタイムも何もない、このなんかこうワクワク感。3段ジャンプか、きついな。はい、ちょ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 、オッケーオッケーオッケー。でもう一回3段ジャンプでは、ちょっと待って、きついきついきつい、それはきついって。トーントーンで一回止まってスピンでいいんかな。ナイスナイスって言われるの早ない？まだ序盤だよ結構。はい、トーンと、ん？こっちでいいのか？これは、あー、そういうことか。はい、で、ん？そこかい。はい、で、ちょっと思ったより右だね。これは、ここ入ったらいいんですか？で、スターランか。これ詰まったらダメ？ちょっと待ってよ。あんまりなんかうまいこと言ってない。これなんだ？右飛びでいいの？ゴール何回本で。もうこれじゃ思いっきり飛んだらもう一発で勝ちなんじゃないのこれ。まあまあ、このままヒップキャンセルさ、うまくいったらって感じでしたね。おっしゃ、ピーちゃんの極みやってまいりましょう。一応クリア者が出ておりませんので、やっていきたいところ。ピース、200回か、結構多いな。ちょっとやってみようか。あ、しかも100秒しかないんかい。ってことは、あれか。1秒で2個のペースで、これ時間もギリギリやったら辛いな、じゃあ。はい？あー、ここ、ちょっと待って、そこむず。そこでちゃんと左上に入んのむずいな、じゃあ。ちょっと一回やり直すか？ここ練習してきてからの方が、まあ、この辺は全然そんなきつくないから。ここ、きつくない？ちょっと無理やりだけど、いやでも時間制限きつ。しかもさ、これよく考えたらこっちにこう戻んなきゃいけないんだよな。時間制限のことも考えたらこんなことしてるあれじゃないんだろうけど、あっこでな、うまいこと左上に乗るんがめちゃめちゃむずいんよな。あー、ほんでなんかちょっと頭おかしくなってきそう。ゲシュタルト崩壊。ちょっと待って、ここってどうしたらいいの？土管入る？一回。あ、土管入るっぽいな、一回。で、多分これは入るんじゃない？あー、合ってた。ここまでで51個で、急になんか来ると怖いから、一回どっかでジャンプを挟みたいと思ったけど、まあ、はい、右。あ、緊張した。一瞬緊張した。あ、でもこれで150個なんだ。結構数はいったな。ここ慎重にやろう、一回。はい、オッケー。で、これで表に帰っていく。タイムロスはあるけど、タイムロスはそんなに、持って大丈夫？は？ちょっと待って、これどういうこと？
ちょっとずつ減らしていけってことか、段をこうやって。なるほど。難しいことしてきおるじゃん。ちょっと待って、こっちこっち。はい、はい、はい。あー、ミスったなー。ここ減らしてくんが。戻れるか？戻れた、オッケー。ちょっと待って、ここ減らしてくんなかなか辛い。で、最後に1個持ってたとしてもリカバリーできるのは見えてた。ちょっと待ってよ。違うんだよ。こっちからこう抜けてオッケー、勝ったー。あー難しかったー。いや、結構なんかやったことないタイプの B ちゃんがちょいちょいあったからきつかったね。やったクリアできた。あー、ズルを探せ 0.35% やってみようか。さあ、どんなズルがあるんでしょうか。あ、でもブラッパを6体倒すっていうゴール条件があるということで。はい。これいきなり上行っていいんかな。一回こっち普通に行ってみるか。あー、全然これやっぱショートカットしていいな、じゃあ。あー、でも今のでゴール条件が結構突破できたのもあるな。左上のさ、ゴール条件のとこ見て。ほら、これでゴール条件は結構突破できるっていう。ワンチャンこの道もありだけどな。じゃあ、ゴール条件を一気に突破するっていう点で言えば。で、普通にクリア率低かったからな、このコース結構。あー、ピンコインいんのかな、これ。え、でさ、これ叩いたらダメじゃん、これじゃあ。こう行ってこうってこと？でもなんか今の、うわ、ちょっと待って、ん？あー、これで当てんのか。で、切り替える？え、なんか進路がよくわかんねえ。ん？あー、ここにこれがある、リフトが。ん、なんかよくわかんねえな。あと6秒しかないんだよな。ほんで5秒。うわ、この右上抜けてもあんま意味ないかな。あ、この下がゴールみたいなこと？間に合ってないね。全然間に合ってないね。あ、いけないんかい。ここは？ここはいけるよね。これで2体倒せるけど、ゴール条件はでもこれだけだと突破できてないんだよな。で、ここ行って、なんかちょっとよく見よう、マップを。マップをよく見たらなんかどっか行けるとこない？ここオンオフにしたらいけなく、あ、で、鍵いらんのかい。じゃあここ混んでいいんやな。これドッスンはもう叩かせないでいいんかな？なんかこの辺からがすっげえ怪しいんだよな。一回これドッスン上のやつ反応させて、見るみたいな。いや、関係ないかな。ドッスンの上でもいけないよな。なんだこれ。しかもこのバネ何なのっていう。はい。なんもないんよな、でも別に。なんだこれ。まあ、とりあえずここは、こう倒して、多分まあ、ブラパはいずれ倒せるんじゃないかなと思うんだよな、ゴール条件の数だけ。で、この、ピンクコインは完全に無視して、ここは倒して叩かせない。で、多分このオンオフを切り替えなかったらさ、こういって、で、なんかここいけるようになるみたいなことじゃないの？ここ。ここがなんかショートカットになってない？なってるっぽい？なんかわからんけども、まあ知らんとこ来たし、なんかワンチャンありそうな気が。あ、これでゴールか。まあてことはこの右側来なきゃいけないんだ。で、ゴール条件を突破していかなきゃダメなんだ、これ。まあまあこんなゴールか。明日、大晦日。年末企画、2021年度、トノデミー賞発表。この1年でおよそ3000コースをプレイしてきた自分が、心に残っているコースベスト5を発表。年間大賞に輝くのは一体どのコースなのか。そして主演男優賞の座は